どうも皆さんこんにちは。集まれ動物の森やってますか。私キャベツ、最近は朝8時に株の値段を聞くだけであまりやれておりません。そんなあつ森、驚くほどに発売から10日間で260万本を超えたらしいです。おめでたい。どもりって休みの日に頭の中をバカにしてプレイすると気づけば夜の20時になってしまう合法ドラッグだと思います。そんなほのぼの芸であるどもり、今回ご紹介するのは動物の森の裏設定、あの可愛い動物たちの裏側を紹介していきたいと思います。では行こう。村は収容施設。動物の森は他の島や村、あるいは町から次々と新しい村人がやってきてはさようならを繰り返します。そして村人同士と会話をしたり、川で魚を釣ったり買い物をしたりと、一見普通の村の生活のように見えます。しかしおかしなところが一つあるではありませんか。主人公だけはなぜか村や島に移住してきたから出ていくことがありません。そう、何かがおかしい。そこで浮上した説、それが動物の森の村、島、収容施設説。村人の会話、川で魚釣り、買い物、全ては村に収容された主人公をはじめ血にまみれたアニマルズたちの社会復帰のためのリハビリの一環。気の狂ったかのような目玉で意味深な踊りをするイースターエッグのウサギ、クリスマスをはじめとする季節のイベントや釣り大会や誕生日パーティー、これらは社会の規範を守れなかった犯罪者たちの協調性や社会性を営むために設けられたイベントであると言われています。つまりこの村の住人全員悪人。では他のキャラクターが次々と引っ越していくのは、村人たちは実刑の年数を何事もなく過ごしたが更生したと判断されたためであり、社会に戻っていくというふうにも見て取れますね。しかしここで浮上する謎、それはなぜ主人公はいつまでも森の中にいて引っ越しをしないのかという疑問。どうして主人公はいつまでたっても引っ越しせずにここの村にとどまるのでしょうか。もしかしたら彼は、いやこいつは死刑囚なのかもしれません。呪いの曲、どうもり会の福山雅治、トタケケ、こいつもやってくれてます。ほんまに闇だらけやでこの村。トタケケはギターを演奏する犬のキャラクター。動物の森会ではトタケケのライブ曲にリクエストを入れられる機能があり、その演奏が終わればその曲をプレゼントしてくれるという惚れてまうやろなキャラクター。そんなトタケケのライブのリクエスト時に実はある文字を入力するととある曲が始まり、その曲を聴いてしまうと呪われて自殺してしまうという都市伝説が存在します。それが暗い日曜日という曲。1933年ハンガリーでセレシュ・レジェによって作曲された曲。陰鬱で暗いメロディーと歌詞が特徴的なこの曲を聴いた者が次々に自殺していったため、発売も禁止になった曰くがつきまくりな曲。しかしトタケキにいつも通りリクエストするだけでは聴くことが不可能、とある条件を満たせば聴くことができるとされています。その条件については私キャベツいろいろ調べましたがよくわかりませんでした。しかし今後も条件はわからないはず、なぜなら聞いた人は死んでしまうのだから。アイカ村、こちらは裏設定ではありませんが恐ろしいので選出しました。飛び出せ動物の森にて、ゲームをある程度進めると公共事業として建設可能な夢見の館から生きるユーザーが作った一つの村。動物の森では収容施設などの先入観を持っていなければ本来ほのぼのとした雰囲気であるゲームですが、このアイカ村に関してはほのぼのなどどこにも見当たりません。そのアイカ村の中身はどこを見ても何か不気味さを感じる村。家に入れば奇妙な絵画や謎のマネキンが飾られ、よく見れば考えるほどに深い意味を考えてしまうほどに不気味。この村の主であるアイケは村のどこかにおり、話しかけると本当に気味の悪い言葉しか発しません。こんなアイカ村、2014年10月26日150万人がこの村を夢で訪れたことを発表。意味深な場所が多いアイカ村、作成者のアイカは現在でもそれらの意味に関しては訪れた人たちがそれぞれ感じた印象と想像を尊重するためか沈黙を通し、おりインタビューでも一切何も語っておりません。そしてそのアイカ氏、現在絶賛発売中のあつ森で再びアイカ村を制作中とのこと。どれだけ心を憎悪にまみれさせているのか、あるいはこういうことが好きなのか、いやとにかくよく作ったなと思います。静江の野望、世の男どもを獣の世界へ引きずり込んだ獣、それが静江。可愛い容姿とキュートな仕草から絶大なファンを持つ道森屈指の人気キャラクターであり、村長の秘書という単体 AV でも取れそうな状況の役職を全うしながら村で起こるイベントや公共施設の設置などに関わってくる女、それが静江。そんな彼女、実はとある野望を抱えているのではないかと巷で囁かれています。その野望、それは
永久に住民たちを自分に服従させる。先ほどの村は犯罪者の収容施設であるということを前提にお聞きください。千鶴さんがイベントなどの際に犯罪者たちの前に率先して立って行動しているということは、彼女はその団体のリーダー格であることは言うまでもありません。また千鶴さんは住民の口癖や村の条例を住民に強要することが可能。村長などである主人公が村の条例や住民の口癖について千鶴さんに申し出ると、次の日にはすんなりとそれが反映されています。誰も反抗せずにそれらを聞き入れて翌日から実行しているということは、誰もが彼女に服従していると言っても過言ではない。また村長などは村の条例や公共事業などあらゆることを決定する権利を持っていましたが、提案するのは基本的に静江さん、つまり彼女の提案したこと以外に何かを発案することは不可能。実は全てに静江さんを委ねているのです。つまり静江さんは住民のみならず、プレイヤーである村長でさえも手中に収めて意のままに動かし、村を支配し続けているのです。しかもプレイヤーにはそのことをほとんど知らないというところからして、かなりの実力者であることは間違いない。そしてこれからもその支配は続くのです。そもそもゲームのすべて、今回いろんな裏設定を紹介しましたが、よくよく考えてみてください。ゲームで何気なくプレイしているすべてがおかしいと。ゲームは我々の時間と同じリアルタイムで動き、時間や季節は同じものなのにもかかわらず、主人公は不老不死。その辺の木を切り落としても4日ぐらいで大きくなり、主人公はバカでかいサメやマンボウを笑顔で釣り上げるほどの怪力、完全に強化系能力者、サイヤ人レベルの力を持ちながら、スマホのローン、家のローンをただ返すために釣りや虫、物を売り食いつなぐ毎日、圧倒的な己の力を行使し、他国の貿易を破壊し独裁国家にしてしまうことも可能なはず。また村としては住民がやけに少なく、お店には客がいない。この世界はどうなっているのでしょうか。実は全員何らかの能力を持っているが、それを隠して隠居する超能力者たちの村なのか。いやー、このゲーム奥が深い。ということでいかがだったでしょうか。動物の森、いや奥が深い。実は私キャベツ発売して間もなくあつ森を購入してずっとプレイしているんですけれども、最近ですねようやく村の形を自由に変更させることができるようになったんですけれども、こういったねできる範囲が広くなりすぎるともう逆にやる気がなくなってくるんですよね。なんかこれもできるし、あれもできるし、あーいやでもこういうこともしやなあかんっていう、常に何かに追われているような毎日、そういうのをゲームで感じるのはすごくプレッシャーでございます。まあとりあえず虫と魚を全部コンプリートしてから、私アイカ村に出撃したいと思います。皆さんも独自に考えたどうもりの裏設定やこういった都市伝説などがあればコメント欄で用意してください。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録をお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。よお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと Twitter と Instagram もやっています。 Twitter では結構頻繁にツイートはしてますが、 Instagram は全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿する時君たちに通知が行くので、ぜひそこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。